ちは。 Hi guys, thank you for visiting our channel. 今日はミニマリズム系の動画です。 Today I'm going to show you guys the things I don't buy anymore or I don't own. This video is inspired by Ashlyn Eaton. Now you can see her channel on the screen. As I always say, being a minimalist is not about possession or how many things that you own.But I've never done this type of video before, so I thought it would be fun to do. 今日はこの方のチャンネルからインスパイアされて、私がそのカテゴリー、その種類の中で一つも持ってないものを紹介したいと思います。私もいくつあるかわからないので、お家の中を一緒に見ながら探していきたいと思います。I'm gonna look through in my house and then show you guys along with me as I found.持ってないもののアイテムは、なんか例えばサーフボードとかそういう特別なものは普通持ってないでしょうってなるので、そういうのはもうミリオンってあると思うので、似たような環境の人から、例えば私だったらアラサーとかアラフォーぐらいの子供がいなくて仕事をしている女性の一般的に持ってそうなアイテムの中で、私が持ってないものを探して紹介したいと思います。トレンチコート、これは持ってるんですけど、多分トレンチコートっていうのはもうちょっとあの生地が厚い秋冬らへんに着るやつですよね。なので多分これは違うと思う。これの名前は分かんないけど、これはトレンチコートじゃないと思うので、トレンチコートは持ってません。で、あとロングスカート、私が持ってるスカート全部ミニ、これとこれ、ワンピースだったらミディアムの丈なので、ロングスカートは持ってません。あとコート、これは沖縄だからっていうのもあるかもしれないけど、コートも持ってません。あとカーディガンも持ってません。あとサロペット、オーバーオールも持ってません。サロペット多分人生でも着たことがないです。あとはスカーフ、これは多分ストールだと思うのでスカーフも持ってません。あとクラッチバッグは前持ってたけど、なんか気づいたら使わなすぎてボロボロになってたので、去年ぐらい捨てました。あとセットアップっていうのとカセット服っていうの、こうなんか上下セットのやつ、そういうのも持ってません。なんか30代女性って持ってるんだろうか。で、あとチノパン、これチノパンじゃないよね、チノパンも持ってません。で、あとランジェリー、なんか上下セットのセクシーなやつ、昔は持ってたけど今はもう持ってません。去年かな、ラスト2個持ってたの捨てました。で、あとはタートルネック、今ちょっともう冬物ここにないけど、タートルネックの洋服も持ってません。あとこれ私の多分こだわりだと思うんですけど、ストライプボーダーっていうんですか、こうしましまは着ない主義なので、しましまは絶対買いません。水玉も花柄もないことに気がつきました。これ柄だけどお花じゃないから、一般的にどうなんだろう、みんな持ってるのかわからないですけど、ストライプ、ボーダー、水玉、花柄は1枚も持ってません。レザー、合皮のライダースジャケット的なものも持ってません。で、ボーイフレンドデニム、デーパード、わかんない、なんかワイドなやつ、持ってるジーンズは全部スキニーです。なんかコーデの洋服とかの動画の時によく話してると思うんですけど、私高い服は基本的に買わないので、多分でこのジャケットが私が持ってる服の中で一番高いやつだと思う。なので6900円以上のお洋服は私のクローゼットにはありません。じゃあ次、一人暮らししてた時に友達みんなに驚かれたんですけど、今はお家に炊飯器があるけど、もし多分彼と住んでなかったら私は炊飯器は持ってません。今度はバスルームに来てみました。一般的な女性が持ってそうなので私が持ってないの、私は口紅を1個も持ってません。唇がすぐ荒れるので、もうリップも決まったものしかつけれなくて、なので口紅を塗ろうもんならもうすぐ皮がむけまくりなのでつけれないので、口紅は1個も持ってません。あとはマニキュアも全くつけないので1個も持ってません。なんだろう、お家でジェルネイルとかやる人もいると思うんですけど、そういうなんかつけ爪的なものも一切持ってません。カチューシャ
とかバレッタっていうんですかね、それも持ってません。アンクルブレスレットとかトーリングとかも持ってません。いつか動画で出したみたいに髪はこのオイルをつけるんですけど、この髪専用のムースとかジェルとか洗い流さないトリートメント的なヘアスタイリング剤は一切持ってません。あと体拭くサイズの大きいバスタオルも一切持ってません。私たちのお家にあるタオルは全部このサイズのタオルです。あと私は iPad、iPod、 耳にあるの iPod かな、わかんない、ラップトップもデスクトップのパソコンも持ってません。これは彼が持ってたラップトップなので、動画の編集は以前全部自分のスマホでやってて、それが使えなくなったから、そのアプリが使えなくなったからこのラップトップ使うようになったけど、だから彼が持ってたから超ありがたい。私の自分のっていうのは持ってません。これがもう一般的かどうかわからないけど、このアレクサとかなんかよくわかんないけど、そういう機械もお家にはありません。スマホのシリも私は使ったことないです。一般的なお家にありそうな材料として牛乳もうちにはありません。2人とも豆乳を飲むので牛乳はありません。あと味噌も一回も買ったことがないです。コーヒーメーカー前持ってたけど壊れちゃって、それからはもう普通にケトルでやってるのでコーヒーメーカーもありません。今はちゃんとした食器棚もなくて、これはでも今度引っ越しした時にちゃんとしたの買おうってなってるので、今普通のカラーボックスで我慢中です。ミキサーっていうんですか、ジューサー、このスムージー作るやつ本当は欲しいけど、それも今はないです。一般的なお家が分かんないですけど、ルンバとかもないです。何回か動画に出てますが、この最近買った掃除機でとても満足してるので、ルンバみたいなのはないです。そのお家とか、その人それぞれのライフスタイルで何が必要とか変わってくるので、何が一般的っていうのかもよくわからないですが、私が持ってないものの紹介でした。なんか私もっていうものとか、逆にとかびっくりするものとかなんかあったでしょうか。あったら教えてください。ものがいくつあるからないからミニマリストっていうものではないんですけど、こういう動画はやったことがなかったので面白いかなと思って撮ってみました。何か皆さんのインスパイアになるものがあったら嬉しいです。では見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Bye bye.